こんにちは、みきみきです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではキャンバ講座やインスタグラム講座をリリースしています。ゼロから体系的にキャンバの使い方、アップデートを学びたい方はキャンバ講座。インスタグラムのコンセプト設計からフォロワーさんとの関係の築き方を学びたい方はインスタグラム講座がおすすめです。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。また、みきみきウェブスクールの LINE お友達登録をしていただくと、キャンバで使える厳選フォント集や、インスタグラムで使えるバズワード集など、豪華プレゼントを配布中です。LINE 限定の勉強会も開催中です。ぜひご参加ください。みきみきウェブスクールチャンネル登録してね。チャンネル登録後、通知をすべてにすると新作動画のお知らせが届きます。本日は最新トレンドを抑えたインスタグラム投稿デザインをキャンバで作ろうというテーマでお送りしていきます。インスタグラムアカウントを運用していて、どんな投稿デザインを作ったらいいか迷っている方、投稿デザイン作るの難しいと思っている方、インスタグラムの最新トレンドを抑えたい方にぴったりの内容になっています。インスタグラムの投稿デザイン、今キャンバで作る人がかなり増えています。キャンバはノンデザイナーでも簡単におしゃれなデザインを作れるグラフィックツールです。無料でスタートすることもできますし、キャンバプロという有料機能に登録すると背景を透過することができたり、ワンクリックでサイズを変えたり、いらないものをなぞるだけで消すことができたりと、できることが広がります。キャンバプロ通常30日間お試しすることができますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと45日間無料試しすることができます。気になる方は試してみてくださいね。今回資料を使って詳しくご紹介をしていきますが、この資料欲しいよという方は公式 LINE で無料でこの資料配布していますので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。それでは行きましょう。それではまずインスタグラム投稿デザインの作成ポイントから押さえていきましょう。インスタグラム投稿のデザインを作る際は、保存率を意識した投稿を作成していきましょう。この保存率っていうのが今のキーワードなんですね。投稿を見てくれたユーザーが保存したくなるような投稿内容、こちらをベースに作成をしていきましょう。具体的にどんな投稿内容だとあなたは保存をしたくなりますか？もう一度見たいとか、やってみたい、試してみたい、着てみたい、行ってみたい、この人かわいい、また見たい、こういった気持ちの時に人は保存ボタンを押します。なのであなたのアカウントテーマがあると思うんですが、その内容でどんな内容であればもう一度見たいと思ってもらえるのか、ここをベースに投稿内容を考えていきましょう。具体的に数字を伸ばすのであれば、豆知識だったりお役立ち情報など文字入れ投稿で作成をするのがおすすめです。今インスタグラムで文字入れ投稿を目にする機会とても多いと思います。やはり発見タブで文字が入っている方が目につきやすいですし、クリック率が上がるんですね。そういった面でもまずアカウントの数字を伸ばしたいのであれば、文字入れ投稿で作成をしていきましょう。で、この文字入れ投稿で作成をしていくためのツールとして今人気なのがキャンバです。キャンバはノンデザイナーでも簡単にすぐにデザインを作成することができるんです。では実際にデザインを作成する上で3つのポイントを押さえていきましょう。この3つを押さえれば、デザイン知識もなくてもおしゃれで見やすく視線を集めるデザインを作成することができるんです。まず1つ目がフォント、そして色、そして最後が写真です。この3つをですね、しっかりと揃えていきましょう。まず1つ目、フォントから見ていきましょう。この2つのデザイン、あなたはどちらがお好きですか？内容は同じなんですが、フォントが異なります。左側がゴシックフォント、フレンドリーで優しい印象に仕上げることができます。右側は明朝フォントです。明朝フォントは品格だったり、格式、そしてしっかりとした信頼感のあるイメージを与えることができます。このフォント選びだけでもかなり変わるんですね。どちらのフォントで作成をしていくのかというのをまず決める必要があります。キャンバにはですね、デザインテンプレートがたくさんあるので、今回はこのテンプレート、今回はこっちのテンプレートっていう風にしていくと、ゴシックフォント、明朝フォントが混在しているアカウントになりがちなんですね。そうするとですね、パッとフィード投稿を見た時に統一感が出ません。ブランドイメージを作るためにもどちらのフォントを使うのかっていうのを決めていきましょう。で、フォントを選びに迷ったら、LINE お友達登録をしていただくと、キャンバおすすめフォント集をプレゼントしています。無料で使える明朝フォントバージョンであったり、
ゴシックフォントのおすすめなど、このフォントを使えば間違いないというフォントを集めて PDF にしています。ぜひこちらを参考にデザインを作ってみてください。そしてデザイン作成のポイントの2つ目が色です。色も毎回投稿によってピンクを使う。まあ、このピンクもベージュだったりとか明るいピンクだったり、もういろんな色を使っていくとブランドイメージを統一することができませんので、まずどんな色を使うのかというのをしっかりと決めてからデザイン作成に進んでいきましょう。そして3つ目が写真です。この写真もすごく大切です。キャンバにはですね、いろんな素材が揃っています。素材から写真というふうにすると、例えばパソコンで見るといろんな写真がありますので、こちらを使って作成していくのがおすすめなんですが、テイストが違うの分かりますか？明るい写真であったり、暗い写真であったり、カメラマンが違うことで写真のテイストが異なっているんですね。ある投稿ではすごく明るかったり、ある投稿ではすごく暗かったりと、写真のテイストが異なることでアカウントの統一性というのが崩れてしまいます。その時は商用フリーの素材サイトを使うのもおすすめです。こちらはアンスプラッシュという商用フリーで使える写真素材サイトです。プロのカメラマンが撮っている高クオリティな写真がずらりと並んでいます。例えばパソコンで検索してみるといろんなカメラマンが撮った写真があります。インスタグラムの投稿デザインを作る際のポイントなんですが、できるだけですね、余白の多い写真を選んでいきましょう。文字入れをするときに余白がない写真を選んでしまうと文字入れがしにくいですね。なので余白の多めの写真というのがおすすめです。写真を選択するとこのカメラマンのアカウントに飛ぶことができます。で、同じカメラマンが撮っている写真なので統一感がありますよね。なのでこのカメラマンの写真を中心に使っていくというふうにするとアカウントの方向性を統一することができます。ではこちらでダウンロードしてすぐに使うことができます。写真素材がない方はこういった商用フリーのサイトを活用してデザイン作成をしていきましょう。そしてインスタグラムの最新投稿のデザイントレンドを押さえていきましょう。ここはぜひ保存をしていただきたいところになります。今はですね、この流れに沿ってぜひ投稿デザインを作成していきましょう。で、今回の資料を後で復習したい、見返したいという方は LINE に登録していただいて、キャンバ、インスタグラムというふうにコメントをいただくと、こちらの資料をダウンロードできるようにしておきます。ぜひこちら後から見返して勉強してみてください。まず1枚目が表紙です。はい、こちらですね。この表紙部分に何を入れるのかというのがすごく大切になります。最初にフォロワーを増やすためには発見タブでクリックしてもらう必要があります。なのでここのワードがすごく大切になるんですね。どんなワードを入れたらいいのかがわからないという方は LINE のお友達登録していただくと、 Instagram で使えるおすすめバズワード集をダウンロードすることができます。こちらを参考にぜひバズワードを作成してみましょう。はい、感情を刺激する、行動を促す、トレンドとか定番などでカテゴリーを分けて50種類のバズワードをまとめています。定番を見ていくと、おすすめ何選というものを中心に完全攻略というワードもいいですね。あとは永久保存版とか、人がクリックしたくなる、何か手を止めて見たくなるようなワードを表紙デザインに入れていきます。で、タイトルをクリックしてもらって、早速内容に入っていきたいところなんですが、2枚目では投稿の内容の確認、自分ごととして聞いてもらうためのコンテンツを入れていきましょう。具体的にはですね、例えばデザインなかなかうまく作れませんといったお悩みがあったとします。で、これに応える形で今回はデザイン力が格段にアップするマル秘ティップスをご紹介していきます。この1ページがあるだけでユーザーは自分ごととして聞いてくれるようになるんですね。表紙の内容の確認であったり、自分ごととして聞いてもらうための興味づけというのを2ページ目に入れていきます。そして3枚目から8枚目に具体的な内容を入れていきましょう。こちらは6枚なくても大丈夫です。2、3枚とかでも大丈夫なので、複数枚に分けて内容を入れていきます。そして次がまとめページです。よくサンクスページを入れましょうということは聞いたことがあると思うんですが、そのサンクスページの前にまとめページを入れていきます。はい、こちらですね。垢抜けデザインまとめ。何をしていくのかっていうのを5つこちらの投稿ではご紹介しているので、こちらでまとめています。で、このまとめ投稿があることで、保存率を上げることができるんですね。このまとめページの狙いとしては保存率を上げることです。
なのでここにしおりマークを入れてて、保存を促す必要があります。そして最後のページにサンクスページを入れていきましょう。はい、こちらですね。で、ユーザーは基本的に投稿に飛んでくるので、あ、参考になった、あ、保存しておこうって終わってしまったらもったいないです。ここからフォローしてもらう必要がありますので、他にもこんな投稿があるんだよとか、こんな人が書いているんだよということで、あなたのアカウントに興味を持ってもらう必要があります。そのためにサンクスページを入れていきましょう。この投稿の方で作成をしていくことで、効果的に保存率であったりフォロー率をアップしていくことができます。ぜひこちらを参考にやっていきましょう。で、今回作っていくデザインはこちらになります。垢抜けデザイン5選で作成をしていきましょう。もうキャンバーある方はぜひ一緒に作成をしていきましょう。 SNS 投稿を作りたいときはハートの SNS アイコンをクリックしていきます。 Instagram 投稿の正方形というところを見て、空のデザインから作成をしたいときはこちら、テンプレートをチェックしたいときはテンプレートをチェックをしていきます。今回は空のデザインを作成をクリックしていきましょう。はい、ここからデザインも作成していきます。こちら一旦非表示にしておきます。ではですね、先ほどダウンロードした画像をキャンバーの画面どこかにドラッグしてあげると、はい、アップロードに画像が入ります。こちらでポチッと押してあげて写真を入れていきます。はい、で、大きさを調整していきましょう。で、ここでのポイントは余白を作ることです。文字をどこかに入れていくので、しっかりと上下左右どこかに余白を生み出していきましょう。今回は文字を上に入れていこうと思いますので、ちょっと下目に配置をしていきます。ここですね。そして文字入れです。テキストを押していきます。見出しをクリック、そして垢抜けと入れていきましょう。複製したいときは複製ボタンを押すと2つ追加することができます。垢抜けデザイン、そしてまた複製をして5選と入れていきましょう。で、表紙の文字が入りました。ではフォントを変更しましょう。こちら選択してフォントを押します。のノトサンズ JP、 こちらの一番太いブラックを選択していきます。このお山のボタンをポチッと押してあげると太さが出てきます。はい、ではデザイン5線も変更していきます。じゃあこちらでレイアウトしていきましょう。こんな感じで、はい、配置をしていきます。で、中心に来るとピンクのサジェストがピタッと、はい、来ますので、そこで配置をしていきます。はい、レイアウトしてみました。これでもいいんですが、さらにですね、強弱をつけることでより見られるデザインを作成することができるんです。で、どこに強弱をつけていくのかなんですが、できたらですね、漢字の部分を大きくして、その他の部分を小さくしていくと結構いいです。この場合で言うと、垢抜けの赤の部分を大きくして、その他を小さくしていきましょう。はい、じゃあちょっとこちらを選択して複製を押します。こちらは赤だけにして、こっちは抜けだけにしていきます。で、赤をかなり大きくしていきます。これだけでも結構ね、見え方が変わってきました。さらにですね、図形をプラスしていこうと思います。素材から図形で丸を選択します。大きめにして、ちょっとこんな感じにしていきましょうか。で、色を黒にしていきます。赤の感じはテキストの色で白にしていきます。じゃ、垢抜けデザイン、こんな感じで漢字の一つがインパクトが出るように配置をしていきました。もっと大きくてもいいかもしれないですね。で、次は5線です。こちらも5の部分を大きくしていこうと思いますので、複製をして5と線を2つボックスを分けていきます。で、5を大きくしていきますね。はい、これでレイアウトをしてみました。先ほどの文字をレイアウトしただけより、文字に強弱をつけたり、白に丸だったり四角を追加することで、より見やすいデザインにすることができました。ではフォントを変えてみましょうか。はい、こちらページを複製というふうにすると、同じデザインを複製することができます。ではこちらを UD 明朝というのを使っていこうと思います。はい、UD 明朝のボールドにしていきます。はい、じゃあこっちの抜けとデザインと5線も変更していきます。
ちょっとフォントが変わると少しバランスの調整は必要になります。どうでしょうか、明朝フォントになるだけでまたイメージ変わりますよね。優しいフレンドリーなイメージを与えることができるゴシックフォントかまたは明朝フォントか、まあ、これだけでも結構イメージが変わってきますので、フォント選びすごく大切です。また色選びも大切ですね。今は黒で作成したんですが、少しグレージュっぽい色にするとまたイメージが変わります。で、キャンバプロに登録しているとブランドキットを使うことができて、カラーを登録することができるんですね。よく使うカラーがある方はこのブランドキットすごく便利です。ちょっとブラウンにするだけでも少し軽さが出てきました。黒にするのか少し軽くするのかだけでも変わってきます。自分が決めた色をベースに作成をしていくことで、アカウントのイメージを効果的にユーザーに伝えることができます。で、今日はですね、表紙デザインを作成していったんですが、ゼロから始めるキャンバウェブデザイン講座では、さらに仮想ページの作り方であったりとか、デザイン作成のポイント、あとは投稿デザインがフィードに合うかを確認する方法、チャレンジレッスンもありまして、見本のデザインをもとにご自身で考えながら作ってもらって、まあ、答え合わせ動画を見ながら合っているかどうかっていうのを見ることができます。で、インスタグラム投稿だけではなく、バナーの作成方法であったり、キャンバで作るプレゼン資料の作り方、また動画編集だったりホームページの作成方法などもアップデート情報も交えて更新しています。一度講座を受講するとアップデートした場合もずっと見ることができますので、キャンバ体系的に学びたいという方はキャンバウェブデザイン講座もチェックしてみてください。概要欄とコメント欄にリンク貼っておきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は最新トレンドを抑えたインスタグラム投稿デザインをキャンバで作る方法についてご紹介をしていきました。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。ミキミキウェブスクールの LINE お友達登録で今豪華5大特典をプレゼント中です。インスタグラム完全保存版おすすめバズワード集やチャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT's 10選、完全攻略ダリ3おすすめのプロンプト集、そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF やキャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。 LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中です。ぜひチェックしてみてくださいね。